こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのヨーントイズから発売されているトボット V より天下大将軍です。それでは見ていきましょう。ということで、このトボット V の新しいシリーズのロボットですね。こっちがロボットモードで、こっちがはいビークルモードと、まあ、ロボットモードですね。で、ここについてるこのドラゴン、これが今回の、まあ、鍵の役割になってるやつですね。うん。で、後ろを見るとこの今回の天下大将軍と、あとこの右上にもいますよね、この、まあ、タンクガイっていうんですけど、これがなんと合体するんですよね。うん。ということで、まあ、今回はその合体するこの天下大将軍を見ていきたいと思います。それでは早速開けていきたいと思います。中身を取り出して、天下大将軍をビークルモードにするとこのような感じです。で、中身は天下大将軍本体とこのドラゴンと説明書が入っています。で、この説明書がロボットからビークルへの変形のさせ方と、ビークルからロボットへの変形のさせ方が書いていて、後ろですねがこの合体のさせ方が載っていますという感じです。ということで、まずはこの天下大将軍のビークルモードから見ていきたいと思います。天下大将軍のビークルモードの見た目はこのような感じになっております。どうでしょうか。このような感じです。いや、かっこよすぎませんかこれ。うん。いや、このまず結構これあんまり見ない、個人的には見ないような形しててすごい面白いなと思ったんですけど、このここのデザインとかも、うん、いいですよね。で、これ何がモチーフになってるのかっていうと、あの韓国の、まあ、古くからある亀甲船っていう、亀の甲羅の船って書いて亀甲船なんですけど、っていう、まあ、船がモチーフになってるみたいですね。あとは軍艦とかですかね。うん。で、これもうめちゃくちゃすごいのが、もうディティールもう細かすぎるっていう、もうこことかなんかこうなんだろう、ハッチとかなのかな、こう開いてこうシュッていくところなんですかね、が、うん、こことか各所がもう本当に細かすぎるんですよ。このディティールがもうこれすごいですよね。こんなこう大ぶりなこう商品なのに、こういう細かいところにまでこうしっかりしてるっていうのがすごくいいですね、これは。うん。で、この塗り分けもすごく細かくて綺麗ですしね、うん、っていうのもいいなと思います。で、これどんくらいでかいのかっていうと、あの近くにトランスフォーマーの、はい、スタジオシリーズのデラックスクラスのスティンガーがあったので比べてみたいと思います。このくらいの大きさです。はい、わかりますかね、この大きさが。もうめちゃくちゃでかいんですよ、これ。このくらい、うん。で、以前レビューした同じトボット V の、はい、キャプテンポリスと比べるとこのくらいですね。まあ、キャプテンポリスの、まあ、なんだろう、 1.2 倍とかですかね。 1.2 倍、 1.3 倍くかいかないかぐらい、うん、大きいですねっていう感じですね。めちゃくちゃでかいです。はい。で、それではさっきのこのドラゴンの方も見ていきたいと思います。ドラゴンの見た目はこのような感じになっています。これもすごい、この歯の造形とか、うん、すごい細かくてよくできてますよね。で、この足の部分とかもこうクリックなので、うん、すごくこういじりごたえがあります。で、なんとこのドラゴンが変形してこうですね、まず足を畳んで、前足と後ろ足ですね、足を畳んで、これカチッっていうのがまたいいんですよね。はい、畳んで、で、この体も畳むとこのような感じで、で、口を閉じます。そしてこう足をこうちゃんとした位置に持っていって、そしてこうですね、うん、このように動かしますと、はい、
ってできました。なんとなんとですよ、この状態でここのこのようにして、はい、なんとこの船の先頭に持ってくることができるんですよ。合体させることができます。でこの韓国のその昔の船とかもこう先頭に竜の形があったりとかっていうのも、うん、意識されてるっていう感じですね。いやめちゃくちゃかっこいいですよね。この合体したのもすごくかっこいいと思います。ということでこのビークルモードからロボットモードに変形させたいと思います。天下大将軍変形。天下大将軍ロボットモードです。それでは見ていきましょう。天下大将軍のロボットモードはこのような見た目になっています。このような感じです。はい、で顔がこのような感じになってます。なんかこう武将っぽい感じですよね。うん、めちゃくちゃかっこいいと思います。でドラゴンのこれが胸のところに来てるっていう、うん、これもまためちゃくちゃかっこいいですよね。いやこの変形どうでしたか。うん、この特に自分好きなのはこの足をこうカシャッカシャッってやってこうここに収めるやつとか、うん、めちゃくちゃ好きですね。であとこの側もうすごいでっかい側なんですけど、これがもうしっかりとこうパシャッてはまってるんですよね、ビークルモード でそれがもうめちゃくちゃ気持ちいいですね。うん、でそれをちゃんとカポってこうやる折りたたむのとか、うん、めちゃくちゃいいですね。であとやっぱり各所にクリックがあるので、うん、カチ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 ってやってこう変形させるっていうのがもうめちゃくちゃ気持ちいいですね。うん、っていう感じです。そしてあの途中で取り外したこの部品があるじゃないですか。なんとこれが剣になります。でこの手がここ動くんですよ。これこうやって動くのでここにこうやってしっかりと持たせることができるんですよね。うん、でさらにこれなんとここのこれを利用してこの手の部分にはい盾として取り付けることができるんですよね。めちゃくちゃかっこいいですねこれ。剣と盾ってでこの武将のような顔、うん、もうこれに勝るものはないんじゃないかってぐらいのもう最高な変形で、このちゃんと武器も持てるっていう、うん、最高ですね。やっぱりこうこれがさらにまた合体するのかって思うぐらいの変形とかこのプロポーションじゃないのかなと思います。
それでは可動を見ていきたいと思います。まず腕がここ、はい、上まで上がります。そしてこの肩の部分もこうやって動かすことができますね。そしてここの腕の付け根とはこのちょっと離れたところにもクリックでこういう動く部分があります。そして肘がこのくらいまで動いて、でこの手首もまあ内側まで動いたりしますね。でこの手もこう何か持たせるようにこうやって開くこともできます。そして次このサイドスカートの部分がこのように上げることができるので、まあ、足をこのくらいまでですかね、はい、上げることができます。そして前がこのくらい、後ろも干渉するのでこのくらいですね、うん、そして膝がこのくらい曲がります。で腰の可動はなく頭の、まあ、横の可動はないですね。ただこう上を向かせたりはできます。可動はこのような感じです。ポーズを取らせるとこのような感じになります。こう切ってるシャッてやってる時のポーズですね、うん、こう動かしてみるとこの手のところでこう回転できないんですよね。この根元でこう前後ろに、それがちょっと、うん、動かしてて動かないなっていう風に思うポイントですかね、うん、で足も割とこうあんまり横に開けなかったり、まあ、ロールがないっていうのもまあそうなんですけどあるので、まあ可動はそこまで優秀っていう感じではないんですけど、まあこうこのくらいのポーズは取れますよという感じです。あとは武器の持たせ方なんですけど、こう剣をこうやって逆にして持たせるとまたこれもいいんじゃないかなと思います。あとはこのようにこう武器の合体のさせ方ですねをちょっと変えて、こうなんていうかアックスのような風にしてポーズを取らせることもできますね。てかこの足がこうすごくこの接地面積が広いっていうのと、やっぱここに重心があるのでめちゃくちゃ安定感ありますね、うん、っていうのがいいところかなと思います。ポーズはこのような感じです。それではここからは大きさ比較をしていきたいと思います。まずはビークルモードの時に最初に出したスタジオシリーズのデラックスクラスのスティンガーですが、このくらいの大きさです。デラックスクラスで、うん、もう半分以下ですからね、めちゃくちゃでかいですよね、うん、そしてビークルモードでも比較したトボット V 同じシリーズのキャプテンポリスです。はい、このくらいの大きさですね。そして同じ韓国のおもちゃのダイノコアシリーズのメガディファイターティラノですが、このくらいの大きさ、うん、このどれよりも少しだけ大きいですよね、うん、めちゃくちゃでかいんですよね。やっぱこの横幅もありますしね、その分もすごく大きく見えますね、うん、やっぱりこう大きいんですけど、このよく見るとこの腰の部分とか足とか、うん、は結構こうスマートというか、うん、ちゃんとシュッとした体型になってるので、そんなこうマッシブとか太ってるっていう印象はなくてすごいかっこいいと思います。大きさ比較はこのような感じです。ということで今回の天下大将軍のレビューいかがだったでしょうか。うん、これビークルモードがまずもうめちゃくちゃかっこいいですよね。でかいし、でディティールがもう細かい、でこの黒とか黄色の差し色がすごく効いててかっこいいですよね。でこの真っ赤なボディで、このロボットモードのこの顔、武将の顔、そして剣と盾が装備できるっていうのと、このドラゴンもしっかりこう胸に来て合体もするし、ドラゴン単体でもしっかりと動く、うん、っていうのがもうめちゃくちゃ素晴らしいなと思いました。うん、トボット V もどれもすごい素晴らしいんですけど、やっぱりそのどれも個性が際立ってて、うん、これも今回の天下大将軍もそうですけど、うん、よくもこんなにクオリティの高いものをバンバンと出せるなと思いますねっていう感じで、こう例えばこう武将とか、なんかこういう、うん、なんか軍艦みたいな飛行船、今回のビークルみたいなのが好きな人とかはもう絶対これはめちゃくちゃ気に入るんじゃないかなと
思います。ということで、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。ということで、今回のこの天下大将軍、これが合体しますからね。もう驚きですよね。で、何と合体するんだっていうと、まあ、さっきというか一番最初に、まあ、こう出てきたんですけど、このタンクガイというこの戦車ですね、青の、ちょっと渋い青なんですけど、これと合体するんですよ。で、まあ、このタンクガイにもこの今回のドラゴンみたいなこの動物が隠されてるんですけど、わかりますかね、うん、で、まあ、それもこれ次回レビューしたいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。これもこの今回のこの天下大将軍とかは別のちょっとなんていうかこう、うん、すごいギミックがあるので、それもぜひ楽しみにしていてください。ということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。